よいしょ。はい、こんにちは。今日はこちらですね、1月の1日から始まってますポケモンセンターで始まりました、こちらポケモンカードくじです。こちらを、9回ですね、9回引いてきましたので、当たった商品、当たった景品を紹介をしていきたいと思います。こちら ABCDE の5個とプラススペシャル賞というものがあって、計6個ですね、6種の景品があります。今回出たものを下の章から紹介をしていきたいと思います。はい、まずは E 章ですね。 E 章ポケモンカードゲームのキーホルダー全7種です。くじはちなみに1回500円で、E 章は500円で、こちらが1個ですね、中身がわからない、こちら1個と、それにと、あとこちらですね、ブレイク進化パックのライチューブレイクに入ってたピカチュウですね、このピカチュウがついてくるというのが、この2つのセットになってるのが E 賞ですね。で、今回 E 賞が合計で何個か、5つですね。 E 賞合計で5つ当たりましたので、まずは開封して中見ていきたいと思います。ポケモンカードゲームのデザインのキーホルダーですね。じゃあ1つ目開けます。なんか出るかな、ほうほうほう。おお、お、結構でかい、すごい。メガサーナイト EX のキーホルダー、なんかプラスチックですね、質感はプラスチックで、ちょっと硬い感じのプラスチックなので、うわ、もっとチャッチーやつかと思ったら結構いい出来が良かったです。普通のカードと比較するとサイズはこれぐらい、普通のカードこっちです。で、今当たった E 賞の カードキーホルダーですね。はい、少しでかいサイズになってます。あげてちょうだい。はい、じゃあ2つ目。わ、すげえ。嘘。いきなりいきなりかぶっちゃった。メガサーナイト EX が2つ目です。キーホルダーです。キーホルダー、これ結構いいな、これは結構いいですね。じゃあ3つ目いきます。もう思ってたよりこれがいいぞ。よいしょ。お、なんだ。そうなんす、 XY4 なんすね。XY4?4 のそうなんす、ファントムゲートのそうなんす。3つ目いきます。4つ目ですね。はい、5つまで来ました。どうしよう、硬いな。お、コータース。はい、4つ目はコータース。 XYA って何のパックだ、これパックなのかな。 A はね、なんだっけ、 A は多分デッキか何かだよ。 XYA デッキだと思うんだけど、わからない。最後5つ目。あ、もう最後か。最後5つ目いきます。お、ミュウツー。これは EX メガミュウツー、メガじゃないじゃない、普通のミュウツーですね。これバーストボールチェンジダメージってことは、どっちのやつだ。分かんないけど、ミュウツー Y? Y とかじゃないか、メガじゃないから関係ない。赤い衝撃と、赤い閃光、光と青い衝撃のパックのミュウツーです。どっちのやつかわからない。てか色書いてあるよ、赤じゃん。赤い方か、赤い方の赤い閃光のミュウツーが当たりました。とりあえず5つ、これが、はい、E 賞はポケモンカードのキーホルダー、こちら5種でした。次は E の次は D 賞ですね。次は D 賞、 D はデッキケース、デッキ型の紙製のダブルデッキケースでした。はい、iPhone で調べるとこれですね。D 賞は当たらなかったので、当たらなかったです。はい、なので飛ばしまして、次、C 賞ですね。C 賞はポケモン EX のカラナビ付きポーチ。今回3種類、3個出ました。
あともう一個、ブラッキーかな、ブラッキーがいて計4種類となってます。これは何で、あとはそれに、1個ですね、すべての賞に対して、景品とプラスカードが1枚ついてきまして、こちらメガバトルデッキ60メガレックザ EX に入ってるゼクロムですね。ゼクロム EX じゃないか、ゼクロムのカードが1枚のセットになってました。デッキはもちろん携帯ゲーム機も入る大きめサイズ。カードと一般のカードと比べるとこんな感じです。さっきのキーホルダーと比べるとまあちょっとでかいです。ちょっとでかい、はい、DS 普通サイズの DS 持ってきてみました。 DS もいけそうなサイズですね。 DS なら入りそうです。 LL だとちょっと大きいからダメかもしれません。ということで、はい、こちら C 賞ポケモン EX のカラナビ付きポーチでした。はい、OK。 そして次が、B 賞ですね。次 B 賞、 B 賞は、ピカチュウコインのクッションかまたはダメ缶のクッション。はい、ダメ缶のクッションということで、どっちかが選べるということだったので、ダメ缶のクッションをもらいました。これは通常のダメ缶の直径約30倍になってますね。約30倍の大きさのクッション。そしてさらにこれに、1枚フーパーのカードがついてくる。はい、この2つでが B 賞の景品でした。バンデットリングに出てくるフーパーのカードですね。これが景品としてもらえるっていうのは、こっちがメインでこっちが景品としてもらえるっていうのもちょっとどうかなって思ったんですけど、でもまあまあこれはデッキに入れて使えるカードなので、まあ重宝しています。ない。で、普通のダメ缶とちょっと比べてみると、よいしょ、初めて入ったダメ缶ないやん、紛失してる。これダメ缶これですね。で、直径30倍なんでまあでかい。これデッキ、いつもポケモンカードでポケモンカードで使っているダメ缶、これぐらいですね。手のひらサイズの。それに比べるとやっぱめちゃくちゃ大きいです。ちょっと中開封してもよろしいですか。はい。おーおおおお、今回狙いはこれだったので、メガリザードン10ダメージ10ダメージ10ダメージこちらのクッションが、ギリギリ当てられたのでよかったですね。はい、はい、ダメ缶のクッションが B 賞でした。そして最後 A 賞はこちら、メガレックーザ EX のジャンボバスタオル。これも結構欲しかった、ジャンボバスタオルとあとメガレックーザ EX のカードですね、のセットが A 賞でした。これも結構欲しかったんですけど、こちらは当たりませんでした。そして最後スペシャル賞ってのもあって、これはコレクション、ポケモンカードゲームの拡張パック、コレクション Y かコレクション X のボックスが1ボックスもらえるというものでした。という以上の6個の賞が入ったポケモンカードの対応が6個の賞が入ったポケモンカードのくじ、1回500円を今回9回引いてみましたので、その景品を紹介をしていきました。じゃあありがとうございました。10ダメージ10ダメージ10ダメージ